さあ、吉田編最終日、セブンスデイ。いよいよ最終日だ。そうだね。でも結局、渋谷川への入り方は調べられなかったな。お前、どうして俺を殺したんだよ。僕がネク君を殺した？とぼけるなよ。お前自分で言っただろ。僕が言ったのは、もしそうならってことだよ。じゃあ、お前は、ミッションか。今日のミッションが終わったら全部話してもらうからな。はいはい。ゲーム7、ポークシティのゲームマスター。ポークシティ豚の町。フォークじゃない、フォークだ。2、最後のミッションはあのオブジェ死神と対決か。どうした、今日のミッションちょっと気になるね。まあいいや、悩んでてもしょうがないし、フォークシティへ行こうか。フォークシティは道玄坂の先だったよな。行くぞ。はいはい。さあ、どこでも行けるのかなこれ。行けんか。マルシー、あ、他はやっぱ行けないか。す、壁か。今日はフォークシティ方面だけね。オッケーオッケー。さあ、あれ、メール。推進、ネズミと牛を用意しておけ。2通のメール、こんなの初めてだ。おお、牛と何だっけ、ネズミ、いつもと違う気がする。ミッション内容も分かりやすいし、意味不明な数字がない。ここに来て急に罠か、それとも。うん、なるほどね。仕方ないね、ミッションに従おう。それしか勝ち残る方法はないからね。そうだね。ネズミと牛ね。ネズミと牛？ネズミと牛？どういうこと？ミッキー？ミッキーと、なんか、あの牛のやつ？は？あ、これおるや、紫のやつ。あのね、アナザースイッチ版の、あの追加シナリオを出すためにはね、この各パートナーの7日目にいるこの死神をね、倒さないと解放されないんですよ。やっほー、うひょひょ。どう、戦いに慣れてきた？調子乗る前にさ、こういうやつと戦ってみたらどうかな。すごいこいつが軽いよね。さあ、条件付きの戦いなんですよ、この紫のやつ戦うときは。しかも敵の量が多いっていうね、異常でしょう。今回はダメージを受ける、あれか、時間ごとで HP が減っていくけど、ノイズを倒せば HP が回復するっていう、あれですね、ミッションですね確か。2つ条件ついてたんで。あれ？あれ？あ、2押しとったわ。2押しとったわ。何をずっと2を連打してたんだろう。3.3 しかいかんとかあった。もったいねえ。こいつらを倒せないんだよね、そのシンクロ技で。おしまい、そこ。当たるかな。おっと、あれ、これがボスか。あ、ボスってわけじゃなく、あれ、でもこれがリーダー。気合の HP ゲージが出てるもんね。こいつ倒せばいいのか。オッケー。あ、2人で1人のあれね、ノイズだったのね、これ。さ、オッケー。弱いね。バッドトップギア、トップギア、トップギアなんかゲットしたぜ。バッド、インク。
俺の勝ちだな。うひゅひょ、やれたじゃん。でもさ、あんまり調子乗んねよ。まだまだこれだから、これからだからさ。はい、1万円。お金はどんどん手に入るんでね。さあ、A イースト。お前ら。あ、37たちやん。ちょうどいいところに来た。来いよ。また面倒に巻き込まれるのはごめんだな。無視しよう。え、無視しちゃうの？うおー、すごいとこに立っとる。フェンスギリギリ。子供か？あれ？何ももらえんよ。あれ？何ももらえん。帰ればいいのかな？出ようとすると、あ！壁？おいおい、行っちゃうなよ。お前らにこれやろうと思ってな。この間の例だ。何かに役に立つかもしれねえ。受け取ってくれ。お、あれから前から見つかったのかい？いや、結局見つけられなかった。それは残念だったね。でも俺たちにはこの新しいマイクがある。使うんだこれ。音楽界に革命を起こすぜ。そっかそっか、このゲーム出た頃にはメガホン使うアーティストあんまいなかったのかな。今ちらほらいますもんね、メガホン使う。あのメガホンで革命か。彼らのステージちょっと見てみたいね。確かに。どんな歌を歌ってるんだ。なんだこの箱、ビジュアル系とかなのかな。コメディーバンドみたいなあれかな。あ、ブレザーのダンス制服。お金持ちで優秀なお坊ちゃんが通う学校として。お坊ちゃん、待って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 、こいつらお坊ちゃんだったの、ひょっとしたら。マジか。さあ、じゃあ行きましょうか。寄り道も終わったので、道玄坂。これラーメン屋さんとか行ったらストーリーあるかな。はい、いらっしゃい。ねえっすね。毎度どうも。あ、マルシー帰ってこれたし。あ、そっかそっか、ここ繋がってたっけ。さあ、フォークシティ。一回ここにあいつがいるのか。拠点にするのはいい場所だね。どうしてだ。ここは渋谷中の常念が集まってフォークシティにぶつかり上空に吹き上がってる場所。吹き上がった常念は逆流してまたここへ戻ってくる。常念は減ることなく溜まり続けているのさ。その様子は高いところから見下ろして満足してるってわけか。フォークシティって実際の東京だとどこに当たるんですかね。渋谷か。渋谷だと、渋谷全然知らないからね。フォークシティ、ドームシティ、ドームシティとはまた別。フォークシティの死神、なんで参加者がここに。何言ってんだこいつら。ミッションが届いたのさ。フォークシティにいるゲームマスターが倒せってね。お前ミッションの件何か聞いてるか。いいや、何も。南本さんにここを見張ってろって言われて6日間待機したまま連絡なしだ。どうする。こいつらミッションで来たんだから条件クリアで通しても平気なんじゃないか。だよな、ミッションで来たってことは。よし、条件をクリアしたら通してやる。オッケー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 。条件はあれでしょ、どうせピグじゃないな、ノイズを倒すってやつでしょ。この回を突破してくればこの回のノイズを全て撃破。オッケー。軽いけどいいよ。さあ、3体でよかったかな。いける。あ、条件達成を確認した。1回を解放する。5000円回をしけてんなこの死神。おい、ここで戦うとなんかおかしくないか。どうして白黒の違う場所になるんだ。正確には分からないけど前に羽駒さんが言ってた虚数空間。何よさ虚数空間。ノイズがいる世界に限りなく近い平行世界。僕たちはそこで戦ってるのかもしれない。ノイズの世界ってことね。
もともとポークシティは渋谷中の常連が集まる特殊な場所だからね。そのエネルギーを彼が利用しているのかもしれない。彼の目白、なおさら油断は禁物だな。よし、上の階に行くぞ。オッケーオッケー、行きましょい。さあ、ここにも死神。距離近いな、この死神たち。だいぶ顔近いよね。パーソナルなんだっけ、なんちゃらっていう、あれはないのかな。距離感。ん、こいつらもか。僕たちミッションでここに来たけど。ミッションでしたのか。そうみたいだな。下の連中も通してるしな。よし、ここの階の条件クリアをしたら通してやる。しかし1回ほど甘くないぞ。言葉が、声が定まらないというね。あ、これなんだっけ、敵を倒したら条件クリアか。この回のノイズをすべて撃破 OK。 一回はクリアできたみたいだな。でもここは、ああ、はあ、はあ、ブランド意識、ブランド意識しなくても勝ったけどね。条件達成を解放した。2回を解放する。まあ、次でゴールだったかな。ネク君、ちゃんとバッチの装備は確認してるだろうね。どうやらこの先にいるみたいだよ、彼。いつものバッチに戻しておくか。オッケーオッケー。あー、てかそっかそっか。確かランキング悪いやつは使えなかったんだっけ、このところ。お前ら、どうしてここに。僕たつもりか。ミッションメールが来たのさ。ポークシティのゲームマスターを倒せってね。なんでと。逆行列ない。出向く時間が省けた。むしろ高速ってやつだ。何言ってんだ。ミッションはこいつが出したんじゃないのか。本当はあの場所であの時と同じシチュエーションを用意してたんだがな。あの時と同じ。ネク君、どうしたの。お、何？さあ、ネクの記憶にはまだ続きがね、ありました。あんただったのか、ネク君。お前が俺を殺したのか。お前が俺から全てを奪ったのか。そんなことはどうでもいい。さて、おしゃべりは終わりだ。かかってきな。今度こそ俺の空間座標から追放してやるぜ。虚数の大海原に溺れろ。かっこいいな、ゼタさん。さあ、ゼタさん、曲もかっこいいんすよね。おお、とりあえずあれか、召喚してくる禁断ノイズを順に倒していけばいいのね。攻撃が当たらんもんね、これゼータさんに。オッケー、逆強烈だ。カンガルーね、カンガルーもね、若干戦いづらいんですよね。飛ぶからね、こいつら。おっしょ。あ、200% になってる。オッケーオッケー。
ぱシンクロ技はね 200% 貯めてこうやって使うのが一番ダメージを与えられるんで、これ手つないでるのかなこのシーンね、距離近いよね。あ、どんどん白くなってくる。うおー、4、5ぐらい行きたかったな。 4.3 いいよねこれ、ダブルアクション、水と氷と炎の力みたいな。このゲームでも属性はないからね、そういう炎属性とかは、雷属性とかはあったっけ、ありましたっけ、ない、ないですよね。よいしょ、一応炎の技とかはあるけど、よいしょ、さあ絶対弱いんだよ、絶対弱い一応今レベル下げてて、自分の主人公たちの40にはしてるんですけどね、それでも十分勝てた。ハード、ハードだしね、所詮ハード。 Go to hell。 あと装備がね強いからね、弱いんですよボスは。でもいいんですよストーリーをサクサクね動画でお見せしたいので、お見せっていうか、はあはあ、ゼタしぶといぞお前ら。いやいや、お前の方がゼタしぶといから。どうしたの、光の速さで倒してくれるんじゃなかったの。よし、は隠れちゃったよ、かわいいな。もう 3.14、 うわうわうわ、円周率、円周率、 なんだ知ってるか、世界は数字でできてんだ。俺は求める回のために今日まで逆算し続けた、そしてこれが答えだ。まずい、このサイキックはレベル虚数フレア、勝つのは俺だ。何言ってるの、レック君は負けられないんでしょ。自分を諦めたら世界を諦めるのと同じだよ。そう、なんで、なんでだよっていうところでね、ヨシア編は終わりなんですよ。欲望のせめぎ合い、最後の最後で感じちゃった。はい、ということでですね、ネク君を殺したのはヨシアじゃなくて実はゼタさんでしたっていうね、今まで誤解してたんですよね、ネク君は。でそれを謝ることもできず、ヨシアがねゼタさんの攻撃をかばってね、消滅しちゃったのかな。同じ人ばっか通るな、これ。このアフロ、アフロっていうか、めっちゃ通るやんこれ、坂本みたいな人めっちゃ通るやん、流行なのこれ。めっちゃコピペ人間がたくさん通るんだけど、こいつらはい、という感じでですね、ヨシア編が終わりました。次回からはね、最後、ビート編がね始まります。はい、こちらもね7日間ありますので、はい、まだまだね続きますよまだまだ続きます。まだまだってもうあと3分の1ですね。はい、こうご期待ください。このチャンネルではこのようにゲーム実況の方をしております。よかったらチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それではここまでご視聴ありがとうございました。またね。